2016年の、G1 クライマックスの出場選手発表の時、俺の名前は呼ばれなかったよ。それも悔しかったよ。めちゃくちゃ悔しかったよ。4回だよ。4年だよ。4年よ。4年か俺は G1 に出ることができなかったんだよ。それよ、俺の4年間のクソみたいなレスリングのキャリアをよ、今回の G1 で全て清算してやるよ。おい、裕次郎、すかしてんじゃねえぞこの野郎。まあでもちっと暑くなってきたんじゃねえか。おい、公式リーグ戦の時はもっと暑くなるよ。ちょうど今、なんだ、スケジュールの発表か、もうブロックかな、決まれば俺は誰とどこでやろうが関係ねえよ。誰があいつだろうが、どこでやろうが、自分らしく高木慎吾のプロレスをぶつけるだけだ。自分を信じれば、自分の信念を貫けば、結果をおのずとついてくると信じてる。秋の G1 か、面白い。夏以上に熱くして、まあお前らも俺自身も忘れられない秋にしちゃうじゃねえか。一昨日の仙台大会で G1 クライマックスの出場選手、そしてブロック分けが発表となり、今日の後楽園ホール大会で公式戦の日程が発表されました。さあ、あとは開幕を待つばかり。開幕戦の相手は3年ぶりのシングルマッチとなる棚橋博史。彼は先日の水戸大会の試合後こう言ってたよ。自分自身が今 G1 クライマックスの当落線上にあるってね。まあその通りだと思うよ。でもさ、それ自分自身で言っちゃう？ちょっと残念な気持ちになりましたよ。まあ開幕戦で対戦するということで、お互いダメージのない状況での対戦、お互い言い訳のできない状況での対戦、楽しみだね。あと楽しみなのは長岡での真田戦、そして両国での健太戦かな。イービル、彼は結局ディック統合頼みなんでしょ。ディック統合頼みのイービルに残念ながらちょっと興味はないかな。さて、秋に開催される初めての G1 クライマックス、皆様一緒に楽しみましょうよ。ではでは、また大阪でお会いしましょう。アディオス。